熱々出玉グランプリ。本日出玉トップの方に超豪華賞品。10カップルシートなら2人合わせた出玉でも OK。 王子さん見てくださいよ、今日カップルシートイベントっすよ。なんてこった。よっしゃ参加するぜ。やろうやろう。どうする、参加しちゃうねえねえ。うふふうふふ、羨ましい。ちくしょう、俺に可愛い彼女がいるならまだしも、なんで一人者の俺らがこんなイベントに来なきゃなんないんすか。だいたいね、カップルシートイベントなんて下火だっつーの。バカ、今日のトップの景品を見てみる。当店お好きな台の設定6打てる券5日分プレゼント。確かにあれはかなり魅力的ですけど、カップルシートなんて結局片方が高設定、もう片方が低設定で出玉共有だから遊べる仕組みなんじゃないですか。ところがこの店の場合、両方とも高設定入れてる場合が多いのだ。この店は窓際に二人島をたくさん作ってしまい、定期的にこういうイベントをやらざるを得ず、カップルシートにも力を入れているわけだが、俺はこれまで一人でこのイベントに挑み勝利を収めている。マジっすか。この店のカップルシートイベントはいわば祭り。全体的に設定が高めな上、カップルシートに座ってるのもボンクラバカップルばかり。つまり一人でも十分勝機ありよ。おお、なんかそう聞くと俺一人で挑戦したくなってきたぞ。あー困っちゃったな。もう私と一緒にカップルシートで打ちたい人。はい、俺ホラだー、ユリエちゃん。よし、それじゃあみんなでじゃんけんして。ユリエだと。カップルシートの高設定狙いで来やがったか。ユリエちゃんとカップルシート。あのじゃんけんに参加したいような、したくないような。今となってはユリエちゃんの凶暴な一面を知ってるからな。もうばかりは他の店で打った方がいいんじゃない。クス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 って言ってるよ。金淵くん&アミンの女。貴様ら、今回僕ら本気でカップルシート狙いで行くからね。クスクスだって。クスクスクス、君一人じゃ勝てっこないよ。君みたいな危ないのと組む女子なんていないだろうし。ま、あそこのユリアさんと組むというのなら話は別ですけどね。ですって。なめんなこれ、俺は打つときは一人だ、それがポリシーよ。アイコでポン、アイコでポン、ユリー勝ったのね。ユリエさんとカップルシート、はいこれ最高、パチスロ打っててよかった。お母さんまあいいか、きしょいやつだけど腕はいいから。お菓子までも来たなと。ユリエちゃんの凶暴さを知ってても全くビビってね。あら、いたのあんた。これはこの構図は。ユリエちゃん食べる。設定6チケットはマジでいただくから、うちらが。ユリエお菓子組対クスクスクス、チケットはアミンが取る。あの王子って人、彼女いないんですか。銀淵アミン組対王子さん一人。上等だよてめえら、全員俺一人で倒してやる。回転見とけおら。これはやべえっすよ王子さん。ユリエ&お菓子組、巨人の星スロキン、銀淵&アミン組スロキン、キンパル。俺一人で奴らに勝てる台となると、もはや爆裂 AT 機しかあるまい。ここでアドリブが効かねえやつは勝てねえんだよ俺。アラジンっすか、この状況で。もうちょっと安定した出玉の台の方がいいんじゃないっすか。うるせえ、奴らに一人で勝つにはこれしかねえんだよ。それよりホクロ、奴らの様子を見て逐一報告しろ。ちょっと待ってくださいよ、俺だって打ちたいんですけど。せー、いいから行け。はい、来た、乾杯。いきなしゼロパンさせちゃおっかな。よし、いけるわ。おかしくせえバカだけど、こいつうまい。引きもかなり強い。ユリエちゃんとお菓子さんが出し始めました。君
ブちゃんとアミンはまだかかってません。とりあえず敵はユリエとオカシか。負けぬ。とにかくボーナスでもタンチェでも何でもいいから来いや。あえな、この人来た。よし、広角ロングいっとけよ。うわー、鬼や、この人。ユリエ&お菓子の島この調子なら設定6チケットはマジでいただき、あとはこいつをおだててチケット5枚全部ゲットするだけ乗ってきた乗ってきた。はい、どうぞユリエタン、おろし。え、ありがとう。お、これは唯一のビッグ確定二角。予告も何もなしだったからビビった。ねえ、ほら見てこれ。あ、あら、ほんとだ。暑いね。いいから歌っちゃな。はい、どうぞユリエタン、ポッキー。あ、ありがとう。嬉しいんだけど、お菓子くん。もうお菓子10個目、おろし20本目よ。あまりコイン使わないようにしようよ。もったいないからね。はい、また出ちゃった。これ爆発。今からベッド押すから見てて。ね、見てて。ほらほら、ベッド。聞いちゃいね。はい、どうぞユリエタン。はい、ほら。だからてめえはコイン無駄にすんだっつーの。ほげ。でもでも、暑い時はやっぱおろしい時がでしょ。ね、ね。じゃがましいと思って打ってバカ。だからフラフラすんな。俺は座ってる。あ、また出ちゃった。見て見て、ユリエと。見せんでいい。もうせっぽけかせ。はい、じゃあ乾杯。この人ほんとめげない人だな。しかしユリエちゃんってやっぱ王子さんと大差ね。カクカクしかじか。よし、ユリエ&お菓子は終わった。あとは、うおー、来たぜスーパーアラちゃん。勝つのは俺だ。すげえな、やっぱあっという間に2箱かよまだまだこんなもんじゃねえぜ。見とけ俺。ガシッて。ほら、おくろ、私と組みなさい。誰もビビって私と組もうとしないのよ。失礼しちゃうわ。勘弁してくださいよ。ちょっと待って。あのバカお菓子は首にしたから。なぜか首なのね。あんなに熱く打ってたのに。頑張ってね。いやお菓子がホクロに変わったところでむしろ戦力低下よ。敵じゃねえ。敵といえば残るは奴らのみ。部長、金パル入りました。よし、こっちを回してくれ。部長、スロキンピック入りました。よし、こっちも消化した。なんだこれは、まるで瞬間移動。すごいコンビネーションなのね。リプレイ外しや難しい子役目押しの時は銀淵くんが打って、女の子がもう片方を打つ。完璧ね。ほら、入ったぜ。いやー、すごい、マー君。ホテル行こうぜ、ホテル。やだ、エッチ。見てごらん、この他のカップルのありさまを。どう考えても僕たちの勝利は間違いない。クシ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 。何よ、何なのよこれは。おまけにスロキンとキンパル両方とも構成ってっぽいのね。やっぱカップルシートすごいのね。クシシシ。どうしたんです、皆さんお揃いで。クシシだって。クシ、言っときますけど、僕らのようなベストマッチングカップルこそが設定6チケット5日分をゲットするんだよ。即席カップルじゃちょっとね。ましてやパートナーもいないような人ではね。クッスッスッスだってさ。こらー、ほくろー、とっととスロキン EX200 引けるよ。ほら引け、早く引け助けて王子さん。金プチめ、この前あんだけ痛めつけたのにまだコリンか。ひねりつぶしてやる。しかしまでは奴らの出玉を超えるのは不可能。何か奴らに勝つ秘策はないのか。秘策は。はい、はい、どう
チャンネル登録といいねで乾杯。